JFA フェスティバルということで、各県年内に各宮城県各地で行うんですが、やはり震災もありまして、その遊ぶ場所がない石巻の公園に仮設が建ったりですとか、そういう遊ぶ場所がない子どもたちをボール1個で、すごくのびのびと楽しくサッカーに触れ合ってほしいなということで行いました。皆さんおはようございます。はい、今日はキッズフェスティバル石巻、皆さんご参加いただきありがとうございます。みんな元気ですか？はい、やはり今回石巻の親子ということで、お子さんや、年齢層結構あったんですけども、小さいお子さんから大きい小学生までいたんですけども、やはり保護者の参加がすごく積極的で、皆さん体、芝も濡れてたんですが、体を張って皆さん子どもと楽しくしっかり目線回してコミュニケーションをとって、すごい参加していただいたので、私の方でも私たちの方でもすごく進行がスムーズです。子どもたちの安全管理も、しっかりできたかなと思います。やはり子どもたちに尋ねてみると、震災前は何して遊んだって聞くと、鬼ごっこだったりかくれんぼだったり、外に鉄道したとか、ボールで遊んだとか、そういう回答が多かったんですが、本当に震災が関連しているかどうかは分かんないですけども、今現在聞いてみるとゲームとか DS、その他、家の中でやる遊びですよ、ね、それは悪いとは言わないんですけども、外遊びが減ったっていう現状は子どもたちの声から聞いてます。現実、はい、サッカーを育成というよりも、そのボール遊びを楽しんで、ぜひサッカーの普及から、また子どもたちがそれぞれいろんなスポーツに対応できるように、子どもたちを楽しんで、メニューをできるように進めていきたいと思います。